伊勢一年です。今日はですね、ここにね、ありますね、用語についてね、ちょっと話していこうと思うんですけど、これね、まあ、うちなんちゅだったらね、みんな絶対知ってますよね。もう小さい時から飲むし、子供がいる人たちだったらね、もう大好きですよね、用語。で、私もね、ちっちゃい時から用語っていうのはもう、ほんとね、どこの商店行っても、昔、俺なんか小さいな時っていうのは、やっぱ、コンビニとかないじゃないですか。だから、商店とかね、そういった、まあ、ちっちゃい町のスーパーとか、そういったところでも必ず売られてたもんですよね。で、これね、デージ甘くてね、美味しい用語なんですけど、これ、まあ、皆さん知ってましたかね、これって。沖縄限定って知ってました？これ、沖縄限定なんですよ。沖縄にしかないんですよね。だから、ワンも全然知らなくてね、もう本当に普通に売られてるし、どこ行っても売られてるから、全国で必ず売られてるんじゃないかなと思ってたんですよね。全国の商品だと思ってたんですけど、そうじゃないよってことでね。なので、まあ、どんな商品なのかとかっていう紹介とか、あとまあね、これが、まあ、どんな風に売られてるかっていうのをね、ちょっと紹介したいなと思ってます。なので、まあ、ちょっとね、これ、金秀でね、買ってきたんですけど、これね、金秀で買ってきたんですけど、その様子っていうのをね、ちょっと撮ってきてるんで、ぜひちょっと見てほしいなと思います。はい、ここがね、金秀ですね。金秀はね、沖縄県内ではすごい有名なスーパーで、一番ね、大きいスーパーっていうのが三栄っていうね、A が3つのロゴがある三栄っていうところなんですけど、それに次ぐね、規模を持ってて、全店舗で60店舗以上あります。まあ、三栄派か金秀派かっていうぐらいね、有名なんですけど、他にね、ユニオンとか流棒とかもありますね。金秀はね、三栄とかと違って医療服とかね、そういったものを売ってなくて、食品がメインのスーパーになるんですよ。まあ、三栄とかだと、まあ、大きいね、大型店舗で、洋服とかも売ってるんですけど、三栄はこういう食材とかね、あと、まあ、地域のスーパーですね、っていうのがメインで、まあ、今ね、用語探しに来てるんですけど、これ、まあね、沖縄のね、飲料とかもいっぱい並んでる中で、金秀っていうのはね、比較的安いお店です。どちらかというと3円より安くてユニオンよりちょっと高いかなっていうイメージですよ。イメージそんな感じですね。で、これが用語です。隣のね、花笠食堂もね、ちょっとね、気になるけどね、まあ用語があるで、これ118円、デージ安いですよね。これだけ大きいパックでね。で、まあいっぱい売られてるんですよ。これどこにでもあります。金秀だったら、まあ、ほとんどの店舗にあるでしょうし、小さいね、商店とかにも売られてますね。で、この用語をね、作ってる会社が沖縄森永乳業っていう会社で、まあ、CM でも有名で、最近だとね、まあ、この島に生まれて50年とか、あと FC 琉球がね、出てる CM とかやってる、まあ有名ですね。もう本当にうちなんちなら誰もが知っている会社ですね。他にルイボス茶とかね、あと今左側に出てるようなレモンティーとかアプリとかも作ってます。はい、というわけでね、金秀で買ってきたのをね、見てもらったんですけれども、まあ結構ね、しっかり多く置かれてますよね。うん、あんな感じで、スーパーに行ってもね、必ず用語っていうのもう売られてます。で、今だとね、もうほんと、ほぼ 100% の小売店で、用語っていうのは売られてるんですけれども、まあ元々っていうのはね、これね、元気ヨーグルトって言って、ヨーグルトとしてね、売られてたらしいんですよ。で、沖縄森永乳業っていうところがね、作ってるんですけれども、そこの創業者の方が、まあやっぱね、これ乳酸菌飲料なんで、沖縄の人のね、県民の人たちの健康のためにってことでね、作ってたものなんですけれども、途中からね、このヨーグルトっていうのをね、まあこれヨーグルトじゃなくて飲み物じゃないですか。だから、それ使えなくなったんで、その名前に関連してるっていうことでね、ヨーゴって名前を付けたみたいなんですよ。で、もともとね、これは1962年にね、発売されてるんで、今だともう60年ぐらいずっと作られてるものなんですよね。で、もともと瓶だったのが69年からね、このパックになったっていう形で、これね、もう馴染みのパックですよね、これね。もうみんなが知ってるパック、用語のね。これちっちゃいやつもありますから、コンビニとかちっちゃいやつ売られてるんですけどね。これが、まあ今はね、もう沖縄のソウルドリンクってことでね、まあ今すごいもうみんなに飲まれてるよっていうものになります。はい。で、まあね、ちょっとね、味、飲んでみたいなと思いますんで、うん、どんな味かっていうとね、これね、まあ、デージ甘いです。甘くてね、美味しいんですけど、まあ、どっちかっていうとね、ヤクルトあるじゃないですか、ヤクルト。ヤクルトを、ちょっと薄めた感じ。うん、ヤクルト飲んでる感じですね。はい。これね。まあ、これはね、もうね、パッケージと同じ色してるんでね。こんな感じなんですけど、ちょっと薄いですよね。ヤクルトの薄いような感じなんですけど、
思います。うん。ああ、よくだね。デージ、懐かしい味。もう、うちなんちゃったらね、すぐイメージ湧くと思うんですけどね。甘くてね、ヤクルトちょっと薄めた感じで、すごい。でもね、これはね、やっぱね、これ、このパックね、大きいパック、全部一人で飲むってのはなかなかできないと思うんですけど、ちっちゃいのだったらね、コンビニとかで売られてるのだったら、ほんとね、みんな結構飲んでる人たちいます。なので、甘酸っぱくてね、うん、すごい美味しい、子供が大好きなね、ものですね、用語なんですけど。で、これね、今回ね、動画で撮ってきた時っていうのは、ここのね、パッケージが子供の国だったと思うんですけど、まぁ、今回ね、両方売られてたんで、もう、ベーシックなパッケージのものを買ってきてるんですけど、もう用語っていうのは沖縄の企業とかとね、結構コラボすること多くて、ここにね、パッケージにね、いろんな企業、キングスだったりとか、琉球 FC とかね、そういったものが載ってたりとかすることもあって、まあCM もデイジー有名ですし、キングスの人たちがね、FC 琉球か、の人たちが出てたりとかしてね、すごい有名なものがあるんでね、うん。ぜひ沖縄行った時にはね、用語飲んでみてほしいなと思いますね。僕たちがね、小さい時っていうのは、この用語のね、パックっていうのがね、お家に必ずあって。で、それでね、みんなでね、取り合いしながらね、飲んでたっていう思い出もあったりとか、あともう、おじいおばあなんかがね、もう大好きで、これ飲んでたら健康になるからね、体にいいから。だからちっちゃい子供とかにはね、いっぱい飲ましなさいって言ってね、ジュースとか飲んだらダメだけど、用語は飲んでいいよ、みたいな感じでね、結構飲ましてもらってました。だからそういった思い出もあるし、まあ、60年ね、今発売からしてるんで、やっぱりね、もう多分ね、僕なんかの上の世代も育ち下の世代もみんなね、用語は大好きだと思います。あ、それがね、まさかね、僕も知らなかったんですけど、沖縄限定でね、沖縄にしか売られてんっていうのはね、なかなか知らなかったんで、まあぜひね、沖縄来た時のお土産ってことにはならないと思うんですけどね、ぜひ一回飲んでみてほしいなと思います。デージうまいしね。これはね、よくね、言われてる、まあ、A&W とか、あとまあ、いろんなね、例えばまあ、ゴーヤ茶とかね、沖縄で飲まれてるものってちょっとね、全国とは一風違うものってのが多いじゃないですか、味的にも。なんかまあ、A&W のね、ルートビアとかっていうのも、ソウルドリンクって言われてるんですけど、あれとかもなんかまあ、シップカバーするって言って、シップちょっと匂いするとか、味も最初はちょっとね、なかなか馴染めないんだけど、飲めば飲むほど美味しくなるよ、みたいな感じのものが多いと思うんですけど、このね、用語に関しては、絶対うまいって言えるはずなんですよね。だから、すぐ飲んだ瞬間、こう甘くて美味しいやつだってなると思うんでね。ぜひこれは飲んでほしいなと思いますし、あとまあね、まあ、お取り寄せてまではいかないと思うんですけど、ぜひね、これ、おっきいんでね、うん。コンビニとか、そういったところにも売られてますから、まあ、この大きいサイズはね、スーパーが、で売られてるんですけど、コンビニとかもうちょっとちっちゃい半分ぐらいかなっていうものが売られてるんですけど、ぜひね、帰りがけに、旅行の帰りがけに持ってって飲んでほしいなって思いますし、県外のね、うちなんちとかもね、ぜひね、用語帰ってきたらね、まあ、懐かしい味なんでね、ぜひ飲んでほしいなと思います。はい。まあ今回はね、こんな感じでね、ちょっと懐かしいものだったりとか、まあうちなんちでもね、なかなかこれ沖縄限定だったわっていうね、ものってよくあると思うんで、それをね、ちょっと知ってね、今回インスタでもね、フォロワーの人たちからね、用語って沖縄にしかないんですね、ということでね、あったんで、ちょっと気づいたんでね、今回動画にしてみました。はい。まあ、ぜひね、沖縄来た時には、用語飲んでみてくださいね。はい。じゃあ今日は以上です。まあ、他にもね、こういうね、ちょっとした、なんて言うんだろうな、沖縄って独特じゃないですか。で、全国にも売られてないものとかもいっぱいあったりとかするんで、そういったものをね、まあ、再生リストの方に、まあ、動画でね、載せてるんで、ぜひね、まあ、へーって思えるような、あ、そうなんだとかね、そういったものっていうのが、結構多いので、ぜひそれ見ていただいて、沖縄来た時には試してみたりとか、あとね、まあ、なかなかね、何回も沖縄来てる人とかでもね、わからないことっていっぱいあると思うんで、ぜひ再生リスト見ていただいて、試してみてほしいなと思います。はい。じゃあ今回は以上になります。